は山城と申します。今日はですね、何をやっておこうかというとですね、でまあタイトルを見ての通りでございますけどね、いやね、今ね困ってることがあるわけでございます。まあ何かって言ったらね、まあよく言ってます、もう動画でもね、他の生放送とかでも散々言ってますけどね、貧血でございます。これはまずいということでございますね。特にね、ちょっとこの2ヶ月ぐらいね、ガチでね、やばかったんですけどね。まあちょっとね、お金関係ってね、ちょっとどうにかしたいなーっていうところなんですけどね。で、普通 YouTuber ならね、YouTube で稼げっていうところなんですけどね。まあ稼げてみると全く経ってないじゃないですか、うちのチャンネルね。まあ見ての通りな状態でございますから。っていうことなんで、どうしようかなと思ってね、お金を稼ぐ方法も、まあ頑張って稼働くっていうのもありますよ。ね、まあ、っていうかね、やってますと、もうすでに収録働いてますからね。まあまあ、もうね、働く方もね、まあいっぱいいっぱい働いてますけど、残業もね、がっつりやって、ね、っていう感じでやってるけど、まあそれでもね、なかなか、お金足りない。っていうところで、これから夏のね、今ちょっと、あれですけど、ゴールデンウィークもなんとかなってもね、これね、その後の夏以降のね、ところで、今、だいぶ、お金でね、キー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 言ってますから、まあ、なんとかしたいなっていうのでね、じゃあ、あとどうしたらいいかって言ったらね、もうやっぱね、これね、宝くじ当てるしかないんですよね。やっぱ YouTuber たるものね、引きの運とかね、引きもね、大切ですからね、やっぱこれ YouTuber 当てやなあかんなっていうことでございます。YouTube じゃない、宝くじ当てやなあかんなというわけでございます。ってことで、今回は、宝くじをね、当てに行こうじゃないかという企画でございます。これからちょいちょいやるかもしれません。宝くじを当てるために、いろんな試行錯誤をしてね、宝くじを当てようじゃないかというわけでございます。まあ、せっかくね、今回、トトを買いますけど、後からまた詳しくは説明しますよね。ということで、どうすればいいのかということでございますね。で、まあね、いろいろね、確率論をね、計算するとかそういうのもいいんですけど、手っ取り早くね、まず最初なんでね、やっていこうということでね、運頼みでございます。ということで、運を上げて、ですね、逆に言うと、運を上げて、運をマックスにした状態でですね、トトを買えば当たるんじゃないかと。あ、トトでもトトビッグね、自分で選ぶやつやったらね、それはあれですけどね、私今サッカーの知識も全然ないです、っていうことなんでね、運任せでございます、ビッグで行きますよということでございますね。ということで、じゃあどうしたらいいのかっていうことで、運を上げるって言ったらどうしたらいいかなと思ったんですけどね、そしたらね、その迷った時にですね、まあ何か仕上げで、ちょっとそういった、宝くじを買うって時にやりたいなと思ってたところで、見つけたのがこれだったんですね。じゃん。まあね、まあ、カンパネで、まあ、今ね、ちょっと全然できてないですけど、まあ、一風といえばね、強運監督で有名なね、元々、国間の一風から来てるあれですけど、カンパネでもね、非常にね、強運とね、キャラクターとして、乾物で有名な、一風ですよね。さあ、これでね、もう、運50つきますから、もうか、運50確実につきますからね、全然いけるぞということでございますね。で、運一風を打って、これだけやったらね、ちょっとさすがにパッチ多いなと思ってたらね、さすがですね、どうしようかなと思って、ローソンさん行ったらですね、なんとこんなんまで打ってたんですね。雪風、1等、これいいじゃないですか、1等っていいじゃないですか、1等当たりそうな感じするじゃないですか、雪風食って1等でね、さらにその横にね、ローソンさんすごいんで、これ200のか分かりませんけど、初持ち。雪風で運上げて、一等で勝つぞということでですね、非常にこれ、語呂がいいなってことで、これがね、ポンポンポンと並べて、打っとったんで、ね、ローソンさんで、これやと思ってね、よし、これを、3つ買って、これを3つ食べて、雪風食べて、一等食べて、勝つぞと食べた状態で、すべてを言い切った状態で、トト買えば、この一等取れるやろと、いうわけでございますね。というわけでございますよ。これも取れるんだ。これも法則なんで。ということで、そういった動画を作ってみたいと思います。ということで、まずはね、ここでですね、3つ食べてね、食べながら、ちょっとね、トークでもしながらね、やっていきたいと思いますので、ね、今もうね、お湯は沸かし中なんでね、沸き次第で、ね、どんどん作っていきたいと思います。それでは行きましょう。さあ、じゃあね、まず雪風からね、作っていこうと思いますけどね。
よいしょ。さあ、どうしようかな。まず中身、あれか、レビューとかやってたら入ったらいいのかな。プレビューか。位置的にここが、うん、ちょっとね、カメラの位置が微妙なんで、あれなんですけど、私の顔がこの、俺の顔隠れてた方の感じで伸びるかな。これぐらいのがいいってことでね、近くで出ていきたいと思います。雪風は札幌にある、味噌ラーメン屋さんらしいですね。まあ、全部これ店名ですよね。ということで、まあ、有名ラーメンっていうのは、ラーメンシーン、これも増えましたよね。昔はね、こういうの少なかったんですけど、今はもういろいろと出てますけど、こっちで見てるのか、逆右に設定したのでね、このカメラの設定が、こっちから見えるようにして、ほら。豚骨とニンニク、うまみの固形のコースープ、これ日清が作ってるんですね。全部日清なんだ。あ、それでバーターに並べてたのか。なるほどな。まあ日清もこういうの手出してるんですけど、昔は結構スガキ屋とかね、ニュータッチとか、ちょっとサードカンパニー的なところがね、出して差別化を図ろうってやってた感じで、今も日清がやるんですね。すごい時代になりましたね。ということで、今行きましょうか。よいしょ。作り方とか見といた方がいいね。まずは、蓋半分まで剥がして、粉末スープ、液体スープ、特製後かけ醤油。なんかいろいろ入ってんな。すごいな。ほんといろいろ入ってんな。これが液体スープ。液体スープに、粉末スープとね、粉末と液体と分かれてるんで、ね、別で醤油は香味油入ってんだ。チャーシューは別に分けてあるんですね。チャーシューと、かやくってことですね。で、何を入れればいいの？先に粉末かな？粉末スープと液体に分かれてるから、粉末先に入れるかと思って違うんだ。チャーシューとかやくだけだ。しやすくて、普通に粉末スープ入れそうになりました。こういうの見ないといけませんね。最近ね、ちゃんと作るやつなんでね。普段はね、すいません。こういうのね、全然見ないとね、適当に入れる人なんでね。結構、説明書とか全然見ない人です。最近はね、動画のね、撮れ高的にね、そういうのを見てた方が撮れ高になるなって分かってきたんでね。動画の撮ったら見ますけどね。プライベートでは全然見ない。ということで、こんな感じでさ、入れてね。で、お湯はね、ちょっと向こうに沸いてるんで、向こうでお湯を入れていきたいと思います。さあ、ではね、内側まで、お湯を入れてきたんでね、4分ってことなんでね、もうね、タイマー回して始めています。こんな感じでね、ちゃんとタイマーで、100均じゃないタイマーで、これで収穫ですから、何、どこの谷じゃないの。ね。なぜか、タニタのいいやつがあったんですね。郵便局員時代に買ったのかですね。そうですね。っていう感じですね。ということで、4分間ね、待ってね、ちゃんと待ちますよ、今回は。普段ならね、だいたい3分のカップラーメン1分も経たずにね、開けて食べちゃうっていう人なんですね。めちゃくちゃ早いです、私。ね、袋麺とかもね、袋麺の、キャベツシリーズとか、過去の動画で上げてると思います。143円のラーメン食べてみたとかね、やったのがありますが、あれなんか、でもあれは、あれの時は一応最初だったから、あれか、時間待ってましたけど、ね、もうブヨブヨやんでっていう感じになったんで、もう40秒ぐらいで、もう始めるっていうね、いう風になってますけど、ね、もう断層です。これ、あれか、温めておいた方がいいのか、普段で温めてくださいってなってるじゃん、危ない。こっちはいいね。ちなみに、ちゃんとスープの方にもさすがに小さいですね。ちゃんと粉のやつもお召し上がりの直前に置いてください。先に入れると麺がほぐれませんって書いてあります。そう、ちゃんと理由まで書いてあります。そういうことなら麺がほぐれないんだ。なるほどね。で、後がけで、香味油とかは、これも蓋の上で温めるのね。そうですね。油系は大体そうだよね。よしよし。さあ、ではね、ちゃんと待ちましょう。なりましたね。行きましょう。よっしゃ。手に噛んでいたらいいですね。焼きそばの時間。あ、そうや。焼きそば食ったやつはあれだ。オプライっていうか取れてなかったんだ。
さあ、行ってみましょう。で、これは何、ほぐしたらいいのかな。あ、見てなかったな、そりゃ。で、目が出てこないで、ちょっと、あと試しておいて、両方の麺を軽くほぐしてから、全部入れるみたいですね。よし。じゃ軽くほぐしましょう。あ、確かに。あ、結構しっかりとした麺ですね。よいしょ。ね、こうやってほぐしてたら、よいしょ。一応見栄え的にチャーシューを開けるのがいいでしょ。よし。で、粉末スープと、まとめて入れちゃっていいのかな。粉末スープに、温めておいたね。液体スープ。これで混ぜて最後にあれかな、油入れたらいいでしょうかな。ここでぐるぐる混ぜて、お美味しそうな味になってきた。おお、濃厚な味噌の香りが。いいですね、いいですね。このもいいかな。で最後に後がけの油をね、ドピッと入れて。さあ、完成です。こんな感じです。美味しそう。やっぱいいですね。なんか、獣食べるとかそういうね、あれじゃなくて、こっち映らねえな。よかった、こっちのカメラ用意しといてよかった。こんな感じでね、出来上がったんで、早速まず一回でね、いただいていこうと思います。はぁ、では、いただきます。これを3食続けるわけですからね、今から一気に。まあまあ、カップ麺ね、3個なんでね、全然食べれると思いますけどね。よいしょ。どうかなぁ。美味しい。うん。あ、やっぱ4分湯がくと。あ、でも、そんなブヨブヨになってないですね。麺が太いんで、多分、4分ちょうどよくいいんでしょうね。まあ、だから4分にしてるんでしょうね。うん。雨。はぁ。あー、スープもうまいですね。ですね。よいしょ。うん、うまい。ちょっとね、3つ食べないといけないですからね。一気に、まずは、どんどん食っていこうかなと思いますが。奇跡難しいな。もっと表が前に行きゃいいのか。こんな感じでいいのかな。うん、難しいな、カメラの割り振りが。具材はネギと、ネギ2種類かな、青ネギと白ネギの2種類で、そんな、シンプルな感じですね。まあ、うん、あっという間だな、うん、全然余裕食べれますね。チャーシューも美味しい。うん。これ全部300円ぐらいだったかな、1杯。うん。うん。いいですよね、本格ラーメン。普段あんまり買わないですけどね、この手のやつ。うん。普通の、カップ麺だったり、袋麺がね、安いですからね、多いですけど。企画でね、別のね、S1 グランプリとかやってる感じないで、袋麺がね、比較的、買ってくることも多いですからね。でもたまにはいいですね、こういう美味しいカップ麺も。今回企画のね、趣旨の、上でね、スープもね、しっかりと飲み干していこうと思いますんでね。いいですね。
に入れるとどうかな。ちなみに私は七味じゃなくて一味派ですね。あ、辛い。なかなか本格的な味噌ラーメンの店ってないんだよな。そう、うちは知らないだけかもしれませんけど、道産子とかはあるけど行ったことないな。そこの道産子ちょっと駐車場が狭いですよね、妖怪っていうのは。あ、タダコの商店があるか。あそこが味噌ラーメンです。あまり行かないですもんね。もう考えてみたら今回その豪華なね、あのちょっとお高めのカップヌードルをね、3個いただく企画ですけど、あ、じゃなかった、宝くじを当てる企画だ。うん、企画の趣旨間違えてた。うん、できろ。企画的にはこれ3杯で1000円ぐらいですもんね。そう考えると安いですね。やっぱラーメン屋さん行って食べようと思ったら大変ですかね。そこまで行くのは大変ですもんね、四日市だと。こういうご当地ラーメンってどうなんでしょうね。あの売れる地域が知りたいですよね。やっぱ札幌のやつだと札幌の地域の方で売れやすいとか、それともやっぱ遠方の地域の方とか、あの来ました。まずはね、雪風ちゃんと、まあ、これで運上がりましたよ。もうがっつり運上がりましたね。これはね、大丈夫でしょ。うん、これ85ぐらいまでありますね。うん、85ぐらいまで上がりましたね。全然、あ、美味しかったね。これは来ましたね。じゃあね、続けてごちそうさまとは言わずに一等狙いに行きましょう。ってことで一等行きましょう。よし、じゃあ、さあ、続きましょう。